フライ級タイトルマッチ。赤いグローブがチャンピオン田口陽一、そして青いグローブが井上尚弥です。さあ左のジャブを出しながら、まず井上尚弥、この辺りはまず相手の出方を牽制していきます。さあ川島さん、はい、まずこの第1ラウンドからいきなり動きがあるかもしれません。はい、積極的ですね、やっぱり井上選手もね、はい、今回はチャレンジャーということで青を基調にしました。青いトランクス、そして青いグローブ、青いシューズ、その青いシューズには今日の日付が入っているチャレンジャーの井上尚弥、左のジャブ。さあこれに対して田口もしっかりとパンチを合わせていきました。あ、ここは前に出て、さあ相手の出方をしっかりとコントロールしていこうというチャレンジャーの井上尚弥、青いグローブです。さあ前に出ていきます。さあこれまっかりクラッシュを見せようという井上尚弥、大丈夫。さあ田口がここは距離を詰められるかどうか。内山さん、はい、この田口選手、赤いグローブチャンピオンですが、立ち上がりどういったところが普段は立ち上がりあるでしょうか。そうですね、少しあの井上選手が思ったより多分出てきてるんで、出てきている、ちょっと、はい、あの硬い感じがありますけど、あー、これ出た。さあ井上の左、八重さん、どちらかというとこのチャレンジャー井上尚弥は最初のラウンドは意外とスーッと入っていく、まあ、様子を見ることが多いんですが、はい、今日出ていますかね、かなり。そうですね、今日はやっぱ気合入ってるんで、はい、最初からバンバンいってますね。先に仕掛けていっているのが井上尚弥、ミドック、これは空振り。川島さん、はい、田口はもう距離を詰めて打ち合ってる。ここで田口のパンチが井上を捉えました。田口はかなり打ち合いを意識して積極的に出るというふうに話していましたが、どうなんでしょう、それができない感じなんでしょうか。今のところはまだできてないですけどね、はい、先ほどいいパンチ当たりましたね、先ほどロープに追い詰めるパンチで、パンチが一つ井上を下げました。さあロープを背負わせていこうという田口です。リングの中央、左のフックで飛び込んでいきます。このあたりで、さあ右のフック、強引にここはパンチで前に出ようというのがチャンピオンの田口です。左のフック、内山さん、少し変わってきましたかね、これ。そうですね、お互いパンチ切れありますね、はい、どっちも当たれば倒れる感じですね、はい、共に一発があるという両者です。さあこの辺りで井上尚弥は距離がうまくつかめてきているかどうか、なんとなく自分の中ではまず距離というのが分かっているのが井上尚弥です。ただその距離を潰して今は田口のパンチが当たりました。日本タイトルマッチ、日本ライトフライ級のタイトルマッチ、残り10秒の標識がなりました。赤いグローブがチャンピオンの田口、青いグローブがチャレンジャーの井上尚弥、ここで第1ラウンド終了。第1ラウンド、まず川島さん、はい、かなりいいパンチを井上が立ち上がりから見せました。そうですね、あのやっぱり勘もいいですし、パンチ力もありますから、はい、どんどんやっぱ先手攻めますよね。ただ先ほどのような軽いパンチですよね、顔面にもらう、はい、まあ、勘がいい上にやっぱりちょっと目だけで見てしまうというところがあるんでね、はい、今のパンチもそうですね、このパンチですよね。このあたりのそのパンチ力というのは、内山さん、はい、さすがというのが田口ありましたね、今。そうですね、あの本当今日動き切れてますね、はい、あの井上君も多分ちょっと出づらくなってると思うんですよ。そうですね、はい、はい、さあこれから第2ラウンド、さあ状況は変わるのかどうか、第2ラウンドが始まります。ラウンド2は日本ライトフライ級タイトルマッチ第2ラウンドに入りました。赤いグローブがチャンピオンの田口、青いグローブがチャレンジャー井上尚弥、左のジャブをついて、さあこの辺りで両者がどういう距離を測れるかどうか。勝てばあの辰吉丈一郎以来デビュー4戦目での日本タイトル獲得、23年ぶりの快挙が来る。井上さん、左相手が出てくるところに川島さん、うまく合わせましたね、はい、福永さん、はい、チャンピオンサイドなんですが、あの第1ラウンドを終えてかなり左フックには手応えをつかんだようですね。ああそうですか、はい、左フックが当たるんじゃないかと田口サイド思っているようです。そして最後に井上は怪物じゃないんだよとセコンドが言って送り出しています。はい、チャンピオン田口サイドの情報、フジテレビ西岡隆弘アナウンサーです。かなりかわし、はいはい、一方の井上サイドですが、お父さんの慎吾さん、もっと楽に行こうぜっていう言葉を 7,8 回声かけました、はい、ちょっと硬さがあると見てるのかもしれません。チャレンジャーサイドは竹下洋平アナウンサーでした。
かなりこの辺りというのがどういうふうに変わってくるかどうか、まあ、手応えを感じているのがチャンピオンの田口、もう少しリラックスしていこうというのがチャレンジャー青いグローブの井上直弥です。一旦レフリーが間に入ります。さあ先手先に仕掛けられるかどうか、この辺りもさあ距離を詰めて前に出てくる赤いグローブの田口です。うん、今離れ際を抜いている、井上の左手ちょっと出来てばありますね、総合力の高さ。さあそしてこの辺りの田口が少し下がります。田口選手も決して悪くはないですね、はい、いい展開にはあると思います、はい、さあ出てくるのが左、チャレンジャー井上の左、インフラリューク強烈ですよね、うまいですね、左同士の戦い、それが一つのポイントと話していたチャンピオンの田口、ただチャレンジャー井上の左が出てきています。井上選手やっぱり手を痛めるのが一番怖いですね、やっぱ当て感がいい上にやっぱりパンチをね当たる確率高いですからね、右手特に痛むのが怖いですね。実は4月の試合で青いグローブチャレンジャーの井上は右の拳を痛みました。最後は左のパンチだけで当時の日本ランカー佐野を破りました。さあしかしここは最後にラッシュを見せる田口、受けてますよ、そこもうまく回っていった井上、ここで第2ラウンドが終了しています。よしいいかよしよし、さあこれから第3ラウンドです。チャンピオン田口、チャレンジャー井上、日本ライトフライ級タイトルマッチ第3ラウンドに入っています。左のフック出てこようというところに左、それに対してさあ左がキーというふうな話もしていたその田口、今は左のジャブ、だいぶ遅れてきましたね田口、そうですね、積極的にって、さあ右のフック、井上が返していきました。さあ2位、これはガードの上ということになりました。井上です、左のフック、26歳ようやく掴んだそのベルトを離さずに赤いグローブの田口、プロデビュー4戦目、最速タイの記録で日本タイトルを手にするか、青いグローブチャレンジャー井上尚弥、ここも左のジャブ、ボディも交えていこうというのがチャレンジャーの井上尚弥です。そして出てくるところに右、さあ左のジャブを出しながら田口が少し距離を詰めてきます。この左のフックというのはこれ川島さん、はい、かなり田口、これはそうです、ちょうど攻めるところにちょっとガードの空いたところなんですね、はい、右ストレート打つところとかちょっとガードの空いているところにやっぱもらってますよね、迎え撃つパンチですよね井上選手としては、はい、この辺りというのが非常に田口にとっては厄介かもしれません。ただそこでも田口がパンチを出して前に出ます。第3ラウンド半分経過、さあこの辺りで田口は前に出るか、今も左のフックで飛び込んでいきました。両者ともに一発のパンチもあります。そして距離を詰めて打ち合いデュエルもできます。さまざまな形でさまざまな要素が絡み合うこの一戦、さあ軽い打つパンチ、この辺りで井上、さあペースをつかむか、ワンツー、そしてガードの脇から飛び込んでいきました。田口はでもよく見てますね、見てますか、まね、この辺りもしっかり田口が倒します。さあジャブから前に出る、左ドッグ、田口が右の方に、井上が右の方に、さあジャブから右の方に、そうですね、このの良さですよね、立ち位置のところで立ってですね、自分の攻撃最大限に生かしてますよね、
本人はその距離感、まず相手のパンチが当たらないところ、次に自分のパンチだけが当たるところ、その距離感を大体立ち上がり1ラウンド2ラウンドで掴むと話しています。目の良さですね、はい、そのあたりのもう自分のその距離というのが井上は出てきた。ただ左の5回下口、ここで第3ラウンド終了。両者の思いがぶつかり合う、そこまでの戦いです。フェイント、フェイント、ラウンド中のフラッシュを使いましたので写真撮影はご遠慮ください。ここで一気に選手を、いや、八重樫さん、はい、ボディを中心にまず井上選手が出てきましたね。そうですね、あの上下の打ち上げがよくできているんで、はい、あのこのままあのコンビネーションで打っていってほしいですね、はい、ただ内山さん、はい、ある程度こう田口はうまくこう対応できている部分もあるかと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、中盤まで結構割とあのしっかりブロックしてよく見てたんですけども、やっぱりあの連打の回転も速いんですが、一発一発強いですね、はいはい、であのフックですからリターンがものすごく速いので、ちょっとなかなか今攻め上げてますね、田口の、ね、さあ母が見つめ、そしてセコンドには自分の父慎吾さんがいます。家族と共に戦うこの一戦です。第4ラウンドが始まりました。この地元で、そして日本タイトル獲得、その悲願に向けてという青いグローブの井上尚弥、そうはさせつと初防衛に臨んでいる赤いグローブのチャンピオン田口亮一。福永さん、はい、井上サイドですが、一発当たった後に大振りになりすぎている、一発当たってからコツコツどんどん追い詰めていこうという指示ですね、はい、で右のガードだけは絶対に下げるなよという注意が最後に与えられました。当然そのあたりは川島さん、まあ、大振りになると怖いという部分、ガードが下がると一発のある田口ですから、はい、あの大振りになるとやっぱ隙もできますからね、できるだけあの細かく打つということがやっぱり鉄則ですよね、はい、出てくるところに今ジャブを合わせる、田口のパンチ、さあ第4ラウンドに入っています。この田口のトレーナー石原さんは、あるいは5ラウンド6ラウンドまでに圧倒しないと後半は厳しいかもしれない、そんな話をこの田口にしていました。このラウンドの前は強気でいけ、それしかないという指示を出していました、はい、チャンピオンサイド西岡アナウンサーです。その強気、今までにない練習がして、そして今までで一番強い田口になったと話す赤いグローブ、画面左の田口、それに対して相手が人生をかけるなら僕も人生をかけた一戦なんです、そう話す井上尚弥。井上のね、はい、あのジャブがいいですよね、非常にジャブがいいですね、はい、動く位置もいいですよね、さあただここは接近戦だ、田口が接近戦に臨み、さあ井上これ付き合うか、あるいは距離を取るか、いや接近戦で内山さん、はい、田口来ましたね、来ましたね、やる田口のいいところをすごく打たれてても引かないところなんですよね、はい、打たれてすぐ逃げてしまうとやはり井上のペースに簡単になってしまうんですけども、そうさせないところが田口の持ち味です、はいはい、さあそれに対して井上はどうしてくるか、八重樫さん、はい、かなり接近戦もこの井上は積んでるんですよね。そうですね、ただまだ足は使った方がいいですね、足は使った方がいいですか、もう少し後半になってからあの勝負してほしいですね、はい、この4ラウンドで少し動きがまた出てきました。井上君、あの乱打戦をそんなやったことないと思うので、後半の方が僕はあのチャンスになるんじゃないかと思いますね、はい、もし込めば、さあ前に出る田口が前に出る、これがチャンピオンの意地、それに対してさあボディ、そしてボディからアッパー、アッパー来ましたね、左アッパー、井上が出る、井上が前に出る、ここをチャンスと見たか、先ほども右ストレート打って左がアッパーを顔面ですよね、なかなか打たない感じですよね、井上君しか打てない感じです、井上の一つのその大いなる可能性が今出たシーン、一旦チャンピオンを下がらすというシーンが、井上さんとここでパンチだが、ここでゴングです、会場全体がどよめくだが第4ラウンドが終わっています。とてつもないハイレベルのこの日本ライトフライ級のタイトルマッチ、さあ5ラウンドを迎えます。チャンピオンもそしてチャレンジャーもそれぞれがそれぞれの持ち味を出しながら、いよいよ戦いは中盤へと入ってきました。赤いグローブ田口、青いグローブチャレンジャー井上、日本タイトルのかかったこの一戦、飛び込み際2人とここは服を合わせてきます、そして右のストレート、
出てくるところに今は川島さん、はい、井上合わせてますか。そうですね、左フック合わせようとしますね、はい、ボディ、そして相手のジャブが届かない位置にスッと井上が下がっていきます。前に出てくる田口、ここもうまくパンチは見切っていきました。井上のようです。右のここアッパー、それに対して右のボディを見せながら前に出ようという井上。左のジャブから、さあ左のフック、左左とつなげてきます。一旦ここはレフリーが間に入ります。さあこの中盤からですけれども、川島さん、はい、まずチャンピオン田口はどういったところがポイントになりますか。そうですね、先ほどのような接近してのボディから打たん目への攻撃ですね。しつこくしつこく攻めるということですね。そうすると自分にもチャンスが回ってくるんですね。一方の井上はどういうところが大事になってきますか。そうですね、前回佐野選手とやったような左ジャンプですよね。あれをやっぱ軸に動いて、そして自分のコンビネーションを決めていくっていうパターンがいいと思いますね。そんなに焦らなくていいと思いますね。右先に出ていこうという、さあ左のジャブ、そして右、ただこの辺りもしっかり田口はディフェンスしています。今まで3戦とは相手が違いますからというふうに話すこの井上尚弥。ただ去年の5月スパーリングで戦った時にはこの田口を井上は2度追い詰めました。ボディ行きましたね。ボディですね。さあボディ、このボディがキーになってくるか井上尚弥。ただそれでも田口は来ません。ヒットアンドウェイしてますね。打って離れて打って離れてですね。距離をつかみ、そして自分の攻撃、攻撃とその守備のバランス、そのあたりを考え始めている井上尚弥。そして前に出る、前に出る、開始が早いですね。はい、ものすごく。さあこのあたりはチャンピオン田口が少しこれというシーンを作れずにいます。しつこく攻めたいですからね、田口もね、はい、ただ出てくるとそこに井上のパンチが待っています。ボディーだ、田口って動かれてますね、はい、出入りされてます。その出入りに対して距離を潰す打ち合いに持ち込む、相打ち覚悟で打とうという話をしていたのが田口。さあ井上のパンチが続く、ちょっと田口からパンチが出ないか、井上が前に出る、そう、ここで第5ラウンドが終了。井上尚弥がこの5ラウンドを押し始めています。この井上のボクシングはどういう風に映りますか。すごいですね、やっぱりなかなか隙がないなっていうボクシングですよ、本当に。ただやはり打ち合いになってるん で結構目で避けてる部分があるんですよ、スウェーとかで、はい、あれが一歩間違えればやはり当たる距離にいますから、そういったところ少し注意しないともらう可能性ありますね、はいはい。さあそれぞれのトレーナーから指示を受けて、いよいよ第6ラウンドへと両者が向かいます。ラウンド6、日本ライトフライ級タイトルマッチ6ラウンドに入りました。5ラウンドで少し押し始めたのが青いグローブの井上尚弥。セコンド父慎吾さんからは集中という言葉を受けてこの第6ラウンドに入っています。戦い方としては川島さん、はい、その出入りというところで井上はアップしてそんな感じでしょうか。そうですね、結構意識して、はい、セッティングすればこういうガードですよね、しっかり意識しながら今戦っている状態ですね、はい、福永さん、そのあたり慎吾さんからですね、上下の内訳も取り入れながらこのままの戦い方でいいぞというふうに言って送り出されています、はい、手応えを感じているチャレンジャーサイド竹下洋平アナウンサーです。さあその上下の内訳、このままさあ圧倒するか、左フック、一方愚直なまでに前に出ようというその田口。福永さん、ただちょっとやり方変えてくるかもしれませんね。セコンドからはいろんなことをやっていけと、左フック一辺倒という感じではない指示が出ていました。そうですか。チャンピオンサイドは西岡アナウンサーです。この井上を倒すための秘策もこの田口は立ててきました。その中でさあどういう戦い、さらにこの井上を前にして、実際この試合の中でさらに上のレベルが上がってくる。田口と右が当たった。さあ一瞬上が下がりました。井上選手目で見切るところがあるので、ね、考えてね、ああいう何もなんですよね、はい、あ、ただパンチを返す、パンチを返す、井上が前に出た、
目切れましたね。あ、ちょっと田口の目元から出血。さあ、ついに井上尚弥がここをチャンスと捉え、フィニッシュへとつなげるか。田口はまだ引かない、田口は引かない。井上も前に出る、田口も前に出る。いいですね、田口選手気持ちが強いですね。強いですね。気持ちと勝負と話した両者。さあ、一発にかけようという田口。うん、ここはスイッチして、そしてうまく相手との距離を考えている井上尚弥。アッパーから前で左のフック、左のフック、田口の左。この左のフックを当てるために様々なことをやってきた田口。井上の顔を捉えました。ただ井上も前に出ます。右のボディ、重い一発が入る。引けます、引けます。さあ、田口はただそれでも引かない。井上はそこにボディを入れる。濃密な第6ラウンドが終了しています。さあ、第7ラウンドが始まりました。田口の左の目の上がカットしました。これは井上のパンチによるダメージでカットしたことになっています。福永さん、まあ、傷の深さもそれほど深くなって1センチほどの傷、それほど心配ないということです。そうですか。さあ、いよいよ試合は終盤へと入っていきます。この田口は日本王者であり、そして WBA は現在3位、 WBO は11位。これを勝てば渡辺ジムの渡辺会長は次はもう世界戦だというふうに田口を送り出しました。一方の井上はこの試合勝てば世界ランク入り、世界につながる戦いと話します。さあ、足を止めての打ち合いになるか。左打って井上の左、ただ田口が右のアッパー強引に、ここは田口もパンチを出してきます。次この試合に勝てば世界につながるのは両者ともに、その思いもぶつけ合いながら、そして日本タイトルをかけた両者の一戦。先にパンチを出す井上、一発を返していく田口。試合ですね。もうあの井上選手の攻撃からディフェンスが早いんですよね。ディフェンスしてから攻撃っていうのがすごく間が早くてですね。自分はいろんな戦い方をしますと井上は話していました。打ち合いには打ち合いで応じようという、その井上尚弥、青いグローブ。さあ、緑に少し、さあ田口が下がってきたか、もう少し田口は動きたい。後半もスピードで動いて、そして相手をかく乱したいと話していた、その田口。田口しっかり見てまだ狙ってますね。狙ってますか。はい、はい、井上の左引け。当たるパンチのその数というのは井上の方が増えてきたか。さあ、田口はボディ、あ、ただそれでもボディを受けても井上は前に出てきます。八重樫さん、こんなこう闘争心あふれる井上というのは初めて見ましたが。そうですね、あの井上も気が強いんで、田口選手が打ってくるとやっぱり打ち返しますね。あ、そうですね。さあ、ここもパンチをまとめる、井上がパンチをまとめる。さあ、追い詰めるか。バランスがいいですね。バランスが追いかけていく。さあ、しかしアッパーで相手の動きを封じようという田口。パンチをかわして前に出て井上、場内のボルテージが上がります。第7ラウンドも終了しました。ラウンド8、日本ライトフライ級タイトルマッチは8ラウンドに入りました。川島さん、はい、戦前の予想ですと圧倒的にこう井上有利、しかも早いラウンドでの決着もあるんじゃないか、そう見られていましたが。そうですね、あの田口選手、まあ、頑張ってますよね。はい、健闘光ります。
福永さん、はい、このラウンドインターバルからで、井上尚弥初めてですね、今ポイントだとどうかなと判定のことを気にしましたね。あ、そうですか。チャレンジャーサイドは竹下アナウンサーです。ここまでの展開、川島さん、まあ、はい、大きなポイント差にはもしかするとなってない可能性はありますよね、この両者。そうですね、1ラウンド1ラウンドやっぱり取るとそんなにないですけど、やっぱ10対9でつけるとやっぱり井上選手ですかね、はい、さあ左、井上尚弥の左、まあ、井上選手の方が的確にパンチをしっかり当てて、今の左の腹筋入りました。プロデビューして3戦3勝3 KO、4戦連続 KO で、あの1990年辰吉丈一郎以来のデビュー4戦目の日本タイトル獲得になるかという青いグローブの井上尚弥、ただこの試合ベルトを守って、そして世界につなげていこうという赤いグローブの田口、26歳の田口と20歳の井上、すごいことですよ、20歳の4戦目の日本タイトルができるというこの実力ですよね、はい、井上選手 の, やっぱこのセンスの良さと実力、これはやっぱすごいですね。加藤、そのプロデビュー4戦で日本タイトル獲得は平中明信さん、そして辰吉丈一郎さん、その2人しかいません。しかもその2人が4戦連続 KO で日本タイトルを獲得しました。井上もそれに続けるか、そうはさせないという王者の意地、田口か。さあここはしかし井上だ、プレッシャーかけてますね。チャンピオンの意地ですね、頑張りますね、チャンピオンの意地を井上が上回っていくか、左のジャブ、井上が滑るアッパー、直江コールが続く、このスカイアリーナだ、井上が押しています。残りは30秒、ジャブ、田口はなんとか返したい、ただボディを打ってさらに追い詰める井上。田口の方がダメージはありますけど、はい、井上も多分相当きついはずですよ、ね、スピードがだいぶ落ちてきてますから、はい、あ、そうですか、ただ今も田口のフックはしっかりと見切っていきました井上尚弥。アマチュアでも輝かしい成績があるこの井上、この8ラウンド攻めて攻めてという井上でした。残るラウンドはあと2つ、日本ライトフライ級タイトルマッチ10回戦、チャンピオン田口、チャレンジャー井上、左のジャブ、さあ田口が前に出てプレッシャーをかけます。福永さん、チャンピオンサイドはもう倒すしかないというふうにセコンドも声をかけましたね。ああ、そうですか。さあ倒すしかない、ただ内山さん、はい、その倒すパンチというのはこの赤いグローブ田口は持ってますよね。まだまだありますね、はいはい、欲しかったベルトを手にしました、2回目のチャンスでそのベルトを手にして、さあ今日が初防衛戦、今までで一番強い相手と話すその井上を田口は迎えています。さあここで倒しに来ようという田口、それを上回っていけるか、チャレンジャー井上、動こうとしたんですけど、はい、そうさせなかったですね。今田口が、ね、打ち合い持ち込んでますね。今これが日本チャンピオン、これが田口です。しかしここまで3戦3勝 3KO、 井上のその連勝記録と連続ノックアウト記録は続くのかどうか、4戦目でその腰に日本タイトルのベルトが来るか。第9ラウンドは半分経過、川島さん、はい、ここから井上尚弥に大事になってくるポイントはどういうところでしょうか。やっぱり、ポイントというかやっぱり見せることですね、はい、見せてほしいですね、いろんな意味で、テクニックといい、はい、パンチ力というね、いろんな意味で見せてほしいです。本人は辰吉丈一郎がその日本タイトルを巻いたときに圧倒して勝った、その姿に惚れました、あのボクシングの技術で、そのテクニックで観客を魅了する、そんなボクサーにもなりたいというふうに井上尚弥は話します。
力のボディ、クリーンヒットしています。ただ田口も耐えます。頑張りますね本当。それに対してさあ井上パンチを重ねる。前に出る井上、引かない田口、連打井上だ。田口を追い詰めていきます。これだけパンチをまとめられるっていうのはやっぱり普段の不満も印象このままですね。井上が死んでるか、井上が死んでいるか。田口もいいパンチ打ち返しますね、はい、田口もしっかり返します。ここで第9ラウンド終了。日本ライトフル第9タイトルマッチはこの後ファイナルラウンドに持ち込まれます。じゃあ深呼吸、まず深呼吸。いやー八重樫さん、はい、このラウンドに来てのこの井上の攻めというのはどういう風に映りました？そうですね、まあ、しっかり練習してるんで、最後までこうやって強いパンチ打てるのはさすがだと思いますね、はい、そしてそのパンチに対していや内山さん、はい、田口も引かないですね。そうですね、結構もう何食らってもいいようなパンチ何発もらってるんですけども、はい、やはりもう根性ですね、はい、いやまだまだ田口最後倒すという川島さん、本当に両者の思いが伝わるそんな試合になりましたね。そうですね、さあファイナルラウンドノックアウト決着があるのかどうか、運命の3分を迎えます。チャンピオン田口か、チャレンジャー井上か、歴史は作られるか、歴史の前にチャンピオンが立ち上がるか、運命のファイナルラウンドが始まりました。おそらくもお互い最後倒しに行くでしょうね、はい、さあ倒しに行くその戦いの末にどちらがヒーローになる。あとちょっとグラッときた、田口がちょっとグラッときた。さあ井上がここでダウンを奪うか、一旦田口の足が止まりました。あーただまたボディで前に出ます。そして田口が仕掛けます。気持ちの勝負になりました、あるいは気持ちを上回る魂の勝負になりました。さあファイナルのボディ井上のボディ、さあ抜く、圧倒すると話していた井上、そうはさせない田口。井上ガードですよ、ガード、はい、やばい、もうガードサイド打ってますね、うん、もう完全に打ち合いだ。足使った方ですね、動いて。これがボクシングの打ち合い、これこそがボクシングの醍醐味。それを26歳田口と20歳の井上が演じています。さあ井上が前に出る、ジャブか、ジャブか、ジャブ出ますね、井上見せますね。ファイナルラウンドも半分経過、井上のパンチが続く。田口は一発出せるか。ポイントだと井上君リードしてると思うんですけど、最後まで倒しに行く姿勢ってのはさすがですね、どちらもノックアウト勝利しか考えていません。ベルトと世界ランクと、そして目の前の相手を倒すこと、その思いとともに拳を重ねる井上が出る。井上尚弥は倒しに行っている。優勝してますね、はい、意地と意地が、うん、意地と意地のぶつかり合いですよ。前に出る、右、井上が右、左のアッパー、井上が出ます。田口も返そうとする、前に出る井上、お互いの人生をかけた一戦はこんなとてつもない魂の震える試合になっている。井上下がらないですね、下がりませんね、今度下がらないですよ。そしてガードの下げつさ、パンチを重ねます。田口も返す、井上をパンチを続ける。これがタイトルマッチ、これが両者の人生をかけた大一番。第10ラウンドファイナルラウンドが終了しました。あーそうそうそう、
いや、いい試合だった、うん、いやまずはこの最終ラウンド、八重川さん、はい、井上のこの戦いはどういうふうに最終ラウンドは見ました？いやもう倒しに行ってましたね。そうですね、やっぱりまだ力しっかり残して倒しに行くパンチありましたね。これがプロ4戦目ということになるその井上でもありますが、さあそして内山さん、はい、弟分として本当に可愛がっている田口のこの10ラウンドの戦いどういうふうに映りました？いや本当にもう熱くなりましたね、うん、本当にもう勝ちたいっていう気持ちがものすごく出てましたし、はい、やはりそのためにトレーニングを積んだなっていう試合だったと思います、はいはい、ヒーローは今日2人生まれたかもしれません。ただ王者としてこのリングに立てるのは1人です、井上尚弥か、それとも田口良一か。その答えは3人のジャッジ判定と持ち込まれました。母は祈るように井上尚弥のこの判定の時を待ちます。ジャッジ吉田和俊97対94、ジャッジ阿部和夫98対93、ジャッジ杉山俊夫98対92、以上3対0のユナニマスディシジョンをもちまして勝者日本ライトフライ級審判。デビュー4戦目見事日本ライトフライ級新チャンピオンとなりました。さあそれでは新チャンピオンはどんなコメントをするでしょうか。それでは新チャンピオン井上尚弥選手のインタビューです。それでは勝利者インタビューです。新チャンピオン井上尚弥選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。ベルトを肩にかけた今の気持ちはいかがでしょう。いや率直に嬉しいんですけどまだまだ未熟者です。はい、10ラウンドの激戦になりました。今日の試合の内容に関してはどういうふうに考えてますか。いややっぱり田口さんがもう本当チャンピオン意地すごくてもうまとめたいところも全然まとめさせてもらえなくて全然自分のボクシングじゃなかったんで、はい、もう課題ばっかです。